こんばんは。今日は、通院の日でした。2件病院行ってきました。1つは、今休職中のこの、メンタルクリニックに行って、定期的な通院なんだけど行って、でもう1つは婦人科に行ってきました。婦人科はそのホルモン治療をしていて、処方してもらってるんですよ、ホルモン剤を。で、60日分ずつ処方してもらっていて、でちょうどね、薬がなくなったので今回行ってきました。それでそのホルモン剤をもうそろそろやめたいなと思って、であとはホルモン剤を飲んでると更年期の症状が出ないから、一体今もまだその更年期の症状ってあるのかどうかっていうのがわからないんですよ。だから今回ね、ちょっと飲み終わってから5日ぐらいかな経ってるんだけど、やめてみたんですね。それでそしたらもう飲み終わって、止めて3日目ぐらいからやっぱり症状が出てきてしまって、こう全然こう集中力が持てなかったりっていうことが起きたので、やっぱりまた今回も処方してもらいました。そう、なんか今日は久しぶりに2件も病院行って疲れました。でね、今日はね、これからどうしてもお腹空いたんだけどカレーが食べたくて、もう8時半なんだけど、今日はね、カレーを作ります。カレーの材料、普通の日本のカレーです。私はいつもディナーカレーを使ってます。これね、亡くなったおばあちゃんがすごいカレーが上手で、一体何のルーを使ってるんだろうって聞いたら、ディナーカレーって言ったんですよ。でもね、それからもう20年以上経つのかな、もうずっと私はディナーカレー、少しね他のに比べると高いんですけど、ディナーカレーの中辛をいつも使ってます。そしてここにはね、じゃがいもと書いてないんですよ。だけどじゃがいもを1個入れて、で、玉ねぎはちょっとだけ少なめにして、で、あとはマッシュルーム入れます。で、お肉はいつもは国産牛なんだけど、今回はちょっと断念しました。オーストラリア産にしました。でね、なんで日本の肉を買うかっていうと、やっぱりそのホルモン剤とか投与されてるのかな、なんだろう、食べてるのかわかんないけど、まあ、自分がねホルモン剤飲んでるくせにそういう牛を嫌うのもちょっとおかしいと思うんだけど、そういうなんか薬品をあの食べてるみたいなので、ずっとアメリカ産とかオーストラリア産っての肉は買ってなかったんですよ。いつも国産を買ってたんだけど、まあ私も飲んでるしこっちも飲んでるし、まあいっかって感じそうで、今回はオーストラリア産でもね、オーストラリア産にしてはね、なかなか美味しそうな感じだったんですよ。そう、結構分厚いし、で私はいつも普通のお鍋だと1時間、じゃがいも以外を全部入れて1時間煮込むんですよ。そうするとちょうどお肉がこうフォークでもスプーンでも切れる感じの柔らかさになるし、で私今回はこれストーブのお鍋を使うので、これだとね多少短くていい、40分ぐらいかないいので、これで作っていきます。なんですけど、明日金曜日でお孫ちゃんが明日来るので、カレーを作る前にぬか漬けを仕込もうと思います。そう、これね、袋のぬか味噌なんだけど、結局これは冷蔵庫で漬けるので、25度ぐらいの気温だったら6時間ぐらいで浸かるんですよ。だけど冷蔵庫で漬けるのでだいたい12時間ぐらいかかります。だからちょっと今から漬けておいて、明日の朝とか昼ぐらい、あんまりそんなにしょっぱくはならないので、多少長く漬けちゃっても大丈夫なんだけど、すごいね、もう全部食べたんですよ、ぬか漬けあると。だからこの間なんかぬか漬けがなかったからか、ちょっと発狂気味だったから、今回はぬか漬けを切らさずに置こうと思います。でね、今日ねちょっとお話ししたいのは、これは駆け口というか悪口じゃないけど、ちょっと発散したいだけなんで流していただければいいんだけど、私ね、どうしても合わない人っていうか、ダメな人のがいるんですよ。それが2種類あって、で1つは何だろう、いつもテンションすごい高い人テンションめっちゃ高い人が結構苦手なんですよ。でもう1つは正論ばっかり言う人、その2つがねすごい苦手で、今日思い出しました。なんで思い出したかっていうと、前までその病院 の, 薬処方箋を持って行く薬局があったんだけど、前まで、今もう変えちゃったんだけど、なんかねすごいテンション高いおばさんがいて、
あのこっち病人じゃないですか。しかも私メンタルクリニック行ってるし、こう精神的に病んでるからなんかね、あんまりこう明るくしてほしくないんですよ。だけど向こうはね、多分ねこう気を使ってか、こっちをこう気遣ってだと思うんだけど、すっごい明るくて、私の顔を見るなりこんにちはって、薬どうってすごい聞いてくるんですよ。であんまり喋りたくないし、それでなんだろう、あんまり薬効くどうって言うから、いやー よくわからないですって言ったら、それはね症状が良くなってる証拠よとか言って、もうとにかく声がでかくて、全部ポジティブなことばっかりでかい声でバンバン言うんですよ。もう私耐えられなくて、そこの薬局変えました。もうね、わかるけど、なんかこう元気づけてくれようと思って言ってるのかなと思うんだけど、もうねテンション高すぎて、ちょっとこの薬局嫌だなと思って、すごいね夜遅くまでやってて、すごい便利でいい薬局なんですよ。結構地元だとこうあちこちにお店あって大きいんだけど、それもうね、でもやめて、それで病院のすぐ近くにある薬局に変えたんですよ。そしたらね、薬が出てくるのがめっちゃ早いの。よく処方箋持って行って、あの薬が出てくるまでって、なんだかんだなんか5分とか10分とか、ひどいと1時間待ちとかあるじゃないですか。でもその病院の近くっていうのは、なんかねやってるかやってないかわからないような、すごいなんかちっちゃいあの薬局なんですよ。だけど薬剤師さんがなんかぎゅうぎゅうにいっぱいいてで、おばあちゃんみたいな薬剤師さんとかがいて、でいろいろこう話しかけてくれたり、すごいいい感じのところなんですよ。話しかけるってそんなテンション高くじゃなくて、普通にあらその帽子素敵ねとか、そんな感じで話しかけてくれて、そうで、そこいいなと思って、そう行くとめっちゃ早いの、出てくるのは。だからそこに変えたんだけど、今日は病院がなんかね終わるの遅くて、ちょうど閉まっちゃったんですよ。でもうあんまりあちこち行っても閉まっちゃってたら嫌だからと思って、その以前行ってたテンション高いおばさんがいる薬局今日行って、またいたって思って、なんかねその人が担当というか、うん、ちょうどその人でした、当たったのは。それでもう無理とか思って、それででもしょうがないから、はいはいって、でもねもう最初から分かってるから、適当にはいはいって言ってたんだけど、もう相変わらずテンション高くてちょっと疲れちゃいましたそうなんだよな、もうね。あとそうテンション高いの、まあ、そういうのもそうだけど、あとはやっぱ電車とか乗ってて、いきなり電車乗ってきたら、こう友達同士すっごいでかい声でテンション高く喋ってるのとかちょっと苦手で離れちゃいますね、いつも。そうでね、あとね、その正論ばっかり言うやつが苦手っていうのは、昔付き合ってた人がね、すごい正論ばっかり言う人がいたんですよ。でその人なんか本当に正論っていうか、なんかこう常識的なこと、型にはまったことしかいつも言わなくて、なんかねそれはイラッと、いつもイライラしてたそう、まあそれはそれだけなんだけど、なんかうさんくさいじゃないですか。正論って本当に自分で納得してね、こう説得力のあることを言ってればいいんだけど、そういうのって分かりますよね。そうやって説得力があるかないかとか、その人が本当に理解して自分のこう信念を持って言ってることなのかどうかってでもなんかね、だいたいこう軽く普通に偉そうに正論言う人って、そんなんじゃなくて、こうみんな言ってるからとか、なんだろう、こうマウント取りたいとかなんかそんな感じなんだよね。そうそう、だからね、超そういうのイライラするんですよ私。まあ別に付き合わなきゃいいだけなんでねすいません、ちょっとねこう吐き出したかった、言う相手がいないから、こう今 iPad に向かって怒ってるんだけど、今日は久しぶりに安物のワインがあるので飲みます。キッチンドリンカー、おいしい。なんかね焼酎もいいんだけど、焼酎作んなきゃいけないからちょっとめんどくさいなと思って、でもね今日ね100均でね焼酎飲む用のグラスを買ってきました。これこう中がちゃんと見えるし、なんかこう二重になった、こう汗かかなくてこう外の外気と触れないグラスあるじゃないですか。結構見たら1500円とか2000円ぐらいして、すごいかっこよかったんだけど、しょうがない100均でこれを買ってきました。今日はね、あと編み物の、あのイベントの時に使うコーヒーを入れる容器とか、なんかこうかきますマドラーとか、なんかそういう細かいものも買ってきました。ほとんど揃ったかな。あとね体温計も届いたので、体温計はオムロンで買いました。オムロンの公式のホームページから買って、1万円だったかな、税込みで1万1000円の
やっぱりね、なんかあった時に私も責任取れないし嫌なんで、ちゃんとしたのを買いました今回。そうそう、そんな感じです。なんでこれからカレーを作っていきます。そう、まあいろいろねあるけどね、嫌な人とは付き合わなきゃいいんだけど、どうしても避けられない時ってあるから、そういう時はこうやってカメラに向かって発散すればいいかなって思って、今日はそんなお話をしました。ちょっとした雑談でした。では今日はこれで終わりにします。さようなら。